FB っていうモードだけ、この出して、どういう PE ライン。新しいカルカッタだと、前のと比べたら、どこら辺が大幅に進化したとか、一番違うのは、はい、スプールをフリーにしたときに、はい、一緒にレベルラインが連動してくれる、はいはい、前のカルカッタとは変わってます、はい、前のはその固定して追従しなかったのが、ね、はい、キャストの時にそうですね、キャストでもレベルラインが連動してくれるんで、まあ、ドラグの、まあ、角度がつかないですね、この、はい、レベルラインでは逆にいった時に、はい、このあたりがフッキングってやっぱり糸切れがしちゃうっていうのが結構ライギョマンから言われて、もうライギョマン熱望の今回連動になりました。結構機種によってやっぱその大物狙いのアブでも何でも連動するかしないかって長年話題になってるんで、今回のじゃあカルカッタはよりライギョに特化した仕様に。ライギョ以外だとこの大きな番手ってどういう需要が、あとはバスとかで言うと、はい、でかいビッグベイト最近結構増えてます。ジャイアントベイトみたいなのやる人には、もう25ボンド以上巻いて使うようなルアーには結構300ボンド使われることが多いですね、うん、すごい握りは握りやすいし回転は軽かっただしでも、ね、はい、ありがとうございます。すごい分かる。専用のグリーンを